日本の皇統は、神武天皇から万世一系、男系の血統でずっと受け継がれてきた、世界最古の王朝なのですけれども、現在、皇族に男性の方が少ないということで、なぜか、いわゆる女系天皇であったり、女性宮家といった、そういうへんてこな議論が続いております。よく女系天皇と言いますけれど、あれは女系ではありません。女系というのだったら、 例えばアマテ天照大神の娘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 という形で血統がつながっていないといけないのですがそうではありません非男経天皇の議論ですそれでも一応女系天皇と呼ばれていますので女系天皇と呼びますけれどその女系天皇の実現に向けた第一歩というのが女性宮家の誕生ということになります 現在、皇族の皆様は内親王殿下、女王殿下が他家、一般の男性とご結婚されると皇族から出るという形になっているのですが内親王殿下がご結婚なされてもそのまま皇族として残っていただきますというこれが女性宮家なのですけれどそうするとどうなるかというとその皇族として残った内親王殿下の一般人であろうと思われる配偶者の男性 一般の男性が皇族ということになってしまいます我が国の長い歴史の上で一般の男性が皇族に入ったことなど一度もありませんよく男系の万世一系の天皇皇統について女性差別だとか言っている方が多いのですけれど話は全く逆で男系による万世一系の皇統はむしろ男性差別です 差別といったら少し差し障りがあるのだけれど一般の男性を排除して皇族となるのを防いでいる制度だからです一般の男性は絶対に皇族にはなれませんがでも一般の女性の方は皇族になることができます皇族の親王殿下とご結婚されれば皇族ということになるわけですなぜ女性宮家の誕生などということを推進しようという勢力が一定数いるのか というと、要は歴史を知らないからです。実は、男系の継承、後位の継承が危うくなったのは、別に今回だけではありません。というか、今回は危機でも何でもありません。久人・新能殿下という、男系の後頭の劣気とした後継者の方がいらっしゃるのです。それにもかかわらず、現時点で女性宮家だとか女系天皇だとか言っている人たちがいるのは、 ととてもも不であるものと思われます。さらに言えば、例えば悠仁親王殿下にお子さんが生まれるかどうか、これは将来にならないとわからないので、問題になるとしたら将来のことでしょう。かつ、日本には GHQ により皇族から追放された、神武天皇から男系の血統を引き継いでいらっしゃる方々がたくさんいらっしゃいます。そういういいい方々ににに宮家に戻っっててたただだく、になっていただくな とお願いするという話をするならわかるのだけれど、なんでそういう普通の考え方をすっ飛ばして、女性三宅だ、女系天皇だ、になるのかと思います。要はこれは、日本の万世一系の皇統を潰したいのだと思わざるを得ないわけなのです。そもそも今回は、皇統断絶の危機がないにもかかわらず、何を騒いでいるのでしょうか。先ほど、男経の継承が危うくなったのは、 今回が初めてではないと言いました。ある意味一番の危機だったのはブレ天皇の時代でした。多分この辺りの話については現在ではかなりの日本国民が知りません。知っていれば女系天皇などと騒ぐ人はほとんどいなくなると思いますが、知らない人が多いのは大東亜戦争の敗北前と違って教科書には載っていないので学校でも教えていないからです。 というわけで今日は、この団系の万世一系の行動の問題について解説をしていきます。団系の行動云々に入る前に、まず基本の基本の基本から少し考えていただきたいのです。つまりは、私たち日本人、日本人だけではないです。世界中の人たち、人間の権利の話から始めたいと思います。当チャンネルの別の動画でも解説していますが、 とても重要なことなので、またまた解説します。権利とは何でしょうか。何かをしてもいいですよ、あるいは何かをされませんよ、というそういう資格のことです。イギリスの小説家のダニエル・デフォーの名作、ロビンソン・クルーソーを例に出すととてもわかりやすいので紹介したいと思います。ロビンソンは親に逆らって家出をして船乗りになって外国へと出かけるのですが、 その船がナンパして、カリブ海の無人島に一人だけで漂着しました。そこからロビンソン・クルーソーの無人島生活が始まるわけなのですが、ほぼ自給自足の生活です。最も重要なのは、無人島に住んでいるので他には誰もいないという点です。ということで、家を建て、水・食料を確保など、すべてのことを自分一人だけでやらなければならないわけです。 当然ながら、無人島に住んでいるロビンソンには一切の権利はありませんでした。生きる権利すらありません。これはなぜなのでしょうか。実際問題として、その無人島でロビンソンが病気になったわけなのです。自分には生き延びる権利があるんだと叫んだところで無駄です。権利などないからです。この時、ロビンソンは体が眼圏だったから生き延びることができたのですが、 そのまま亡くなってしまったかもしれません。当時のロビンソンには生存の権利すらなかったのです。それは権利というのは、人間が生まれた瞬間にその赤ちゃんが持っているものではないからです。権利というのはあくまで自分以外の誰か、一般的には共同体あるいは社会と呼ばれていますが、自分以外の人々のグループに属し、 その共同体が認めてくれることによって初めて権利が生まれます。ここを何か誤解している日本人は相当いるなぁと思います。私は生まれながらにしてまるまるの権利は持っているんだ、という人は少なくありませんが、絶対に持っていません。あなたがたまたま属している日本国が、そういう権利を認めているから、あなたにあるように見えるだけです。実際、ロビンソン・クルーソーには、 何の権利もなかったでしょう、ということになるわけです。ということで、権利の真実を少し解説します。人間は生まれながらにして、何らかの権利を持っているなんてはずがありません。こんなこと言うと、人権派とか権利が大好きな人たちから猛烈に批判されるかもしれませんが、これは単なる事実です。ロビンソン・クルーソーには権利がありましたかということです。 自由ですよね。何をしても誰からも文句を言われませんでも殺されない権利もありません船で誰かがやってきても誰も守ってくれませんからだって無人島なので権利を認めてくれる人が誰もいないからです人間が属する共同体がいいですよと認めてくれて初めて権利は生まれますこれは古代社会からそうなのですが 権利をを認めてくれる共同体のことを一般的には国家あるいは国国と呼ぶわけです国家などなくても平気という人もいるかもしれませんでも例えば弥生時代を想像してみてくださいあの時代日本には集落の大きいものですがさまざまな国ができていました縄文時代は国などというものはなかったのでしょうが弥生時代には それぞれぞの村で完結した生活をししていましたただ、水田稲作が始まるとやはり、灌漑設備が必要だとか土地の占有、水の確保といった形で共同体が必要になってかつ大きくなっていくということになりましたその共同体に属している人はその共同体から何らかの権利を認めてもらっています。ここを工作していいですよ あそこの水を使っていいで,すよでも他の国に行ったらそんなことは通用しません私には生まれながらにして土地を使う権利があるんだなどと言ってもありませんと追い出されるだけですということで人間というのは少なくとも濃厚定住型文明になった時点で共同体に属さないと生きていけなくなってかつその共同体から 何らかの権利というものを認めてもらえるようになって初めて生活していけるようになったわけですこれが人類の歴史なのですそういうことで権利と共同体はひもづいているわけですその共同体が日本でいうと日本政府なのですちなみに日本政府は人間ではありません NPO 非営利団体なのですが そういう共同体なり国家なりが権利を認めてくれます。あなたは生存の権利があります。生きていいですよ。無意味に殺されることはありませんよ。ということです。これは生存権と言います。つまり、殺人罪とかで死刑になる人はいるのですが、法に従っている限り、殺されることはありませんよ。ということです。お分かりでしょうが、 共同体は属している各個人の権利を認めてくれますがかつ守るために一定の規則を定めていますそうしないと無理ですよね殺してはいけませんという規則なしでどうやってみんなの生存権を守るのですかということですこの規則のことを一般的には法律と呼びますそういう規則を誰かが定めて誰が守らせるのでしょうかそして 我々が属しており、権利を認めてくれている国家、あるいは守ってくれる国家、その国家の規則を定める権利のことを主権と呼びます。主権、つまり国家で言うと簡単ですよね。法律を決める権利です。だから論理的には、国家あるいは共同体が誰かの主権に基づいて普通に生きていて、別に何も悪いことをしていなくても殺されない権利はありませんよ。 という規則を定めてしまうことができます。そんなことをやったら共同体が崩壊しますのでできませんけれどね。ここで考えてほしいのが、権利という言葉です。権利というのは規則と紐も付いています。規則がなかったら権利などあろうはずがありません。例えば、車で道路を走っているときに信号機があって、赤だったら止まらなければならない、 ということに異論を唱える人はほぼいないと思いますがこれは規則であり規制ですみんなが普通に豊かに安全に暮らしていく上での必要な規制というのはあるわけですそれを決める権利のことを主権と呼ぶわけですもちろんそのルールを決定する国家共同体の権力があまりにも強くなりすぎるというようなそういう問題は起きることはありますけれどもこれは一ゼロではないですから そういう時には少し戻す必要があります逆にこのルールがない社会を想像してみてくださいルールなどいらない信号機もいらないそういう状況のことを何というかというと自由と言います英語には基本的に自由という単語が2つあります今では結構曖昧になってきているとも言われていますが元々の語源について説明します1つは、 フリーダムと呼びます。これは人間が初めから持っている自由のことです。例えば、考える自由などです。別に誰かから考える自由を取り戻せ、などという話はないわけです。洗脳とか特殊な場合なら別かもしれませんが、普通の人間というのは、考える自由を持っています。精神の自由と言ってもいいです。この自由は、 別に獲得する必要はありません。この自由こそ、まさに生まれながらにして持っている自由です。人間というのは生まれながらにして持っています。誰から与えられたものではありませんので。そしてもう一つ、特定の支配、あるいは構造からの解放、権力からの解放でもいいでしょう。これをリバティと呼びます。自由を取り戻せと言っているときはこれのことです。 今結構フリーダムとリバティが英語圏でもごっちゃになって使われてしまっていますが元々はこういう二つの自由がありましたこのリバティの方は私たちは元々は持っていません持っていないので獲得しなくてはならないのですだから独立戦争などというのはまさにこのリバティを求めた戦いになるわけですフリーダムは鼻からあって基本的には制御できません ということで、この2つの自由があるわけなのです。リバティ、リバティとうるさいから、全員自由にしてしまえ、とやった場合、どうなるのでしょうか。この辺の思想的な、あるいは哲学的な話というのは、中世の欧州の哲学者たちが結構語っています。例えば、トマス・ホッブズであったり、あるいはジョン・ロックであったり、あるいはジャン・ジャック・ルソーです。 ホッブズは著書リバイアさんの中でもし特定の権力がない私たちの自由を制限する権力がない社会があった場合どうなるかつまり国家なき自由の状況に人間が置かれたときどうなるかというのを書いていますこういう言葉を聞くと反発を抱く人も少なくないのでしょうがホッブズはこのことを分かっていて書いています 人々が彼らすべてを威圧しておく共通の権力なしだと生活しているときに彼らは戦争と呼ばれる状態にありそういう戦争は各人各人に対する戦争であるということである威圧する共通の権力がない国家なき社会ということにしてしまえば万人の万人に対する闘争を引き起こすわけですつまり国家がないということは 権利を認めてくれる存在がないということなので、確かにみんな自由なのだけれども、みんなには何の権利もないのです。殺されない権利もありません。そうなると、当然、万人の万人に対する闘争になってしまうでしょう、ということです。その場合、各人が各人の敵である戦争の時代の帰結として生じることがどんなことであっても、それと同一のことが、 人々が自分自身の強さと自分自身の工夫とか与えるものの他には何の保証もなしに生きている時代。わかりにくいですが、要は必ずこうなりますよということです。全部自分で何とかしなさい。自己責任、自由万歳という感じです。その結果はどうなるのでしょうか。勤労のための余地はない。なぜなら勤労の果実が確実ではないからである。 働いても、その果実を自分が得られるかどうか分かりません。奪われるかもしれません。それを奪ってはいけないというルールを定める国家がないわけです。土地の工作はない。航海も、回路で輸入される財貨の使用もない。便利な建築もない。移動の道具、および、おののの力を必要とするものを動かす道具もない。地表についての知識もない。時間の計算もない。学芸もない。 文字もなないい社会ももそしてもっと悪いことに継続的な恐怖と暴力による死の危険があり人間の生活は孤独で貧しくて辛くて残忍で短いでしょうと言っているわけですこれは哲学書に書かれると分かりにくいのだけれどメル・ギブソンの映画「マッドマックス2」やその影響を受けた漫画「北斗の剣」のような世界です 大国同士による核戦争後の荒廃した社会を描いていてまさにこの万人の万人に対する闘争の社会なのです自分の力もしくは自分の工夫以外に自分を助けるものは何もないという状況ですマッドマックス2の監督のジョージ・ミラーはジョゼフ・キャンベルの千の顔を持つ英雄を参考にしたと語っていますがスター・ウォーズにも影響を与えた という名作で力が支配する世界観だとああなってしまいますよということなのですということで共同体というのは必要です国なんかいらない日本なんかいらないと言っている人をネット上のコメントでたまに見かけることもありますが本当になくなったらホッブズの唱える万人の万人に対する闘争の世界が待っていますということで国家には役割がきちんとあるのです 一つは今言った話です人々の権利を認めて守ることです特に現代社会では人間は特定の国家に属していなければ生存の権利を含めた諸権利を保有することはできません国家なき民例えばミャンマーのロヒンギャ人たち彼らには国家はないのですミャンマー政府がこの人たちは国民ではないと認定していますすると そのののロヒンギャの民の権利を認めてくれる存在がありません。もちろん人道的なものとかはあるかもしれませんが組織構造としてはありませんちなみにこの動画をご覧の方の大半は例えばイギリスなりアメリカなりフランスなりに行った時にきちんと生存の権利とかは認めてもらえますでもそれは別に皆さんが人間だから認められているわけではなく日本国と諸外国が きちんとお互いに権利を守り合いましょうという国際協定を結んでいるからなのです国際人権規約などがあってみんながそれに署名しているからお互い守りましょうとなっているだけなのです二つ目は生産性の向上経済成長です人間の生活というのは国家において資源の提供を受けて初めて達成されますここでいう資源とは 土の中から掘り出した資源からサービスまで分業と機械化、自動化、教育などによって高い生産性を達成した供給能力から財やサービスの提供を受けて初めて達成されますちょっと難しいですねロビンソン・クルーソーは一人だったので社会もない、国家もない機械化も自動化も分業化もできないのです一人しかいないのだからそれは当たり前です。というと、いう かなり生産性が低い状況で苦しむことになりますが、我々は幸いなことに日本国という国家に属していますので、日本の人たちがいろいろな仕事をしてくれています。しかも生産性が高いのです。分業して機械化して自動化して教育のレベルも高いからです。それによってたくさんの物やサービスを受けることができますよということです。